ベネラ15号はソビエト連邦が計画した金星を目指した惑星探査機である。この無人探査機の目的は金星表面の詳細な地表図を作成することだった。探査機は次のベネラ16号とともに以前のベネラ計画の探査機を改造したものが用いられている。ベネラ15号は1983年6月2日に 打ち上げられ、同年10月10日に、金星軌道に到達した。数日の間を置いて、ベネラ16号も追従し、これらの探査機は互いに約4度ずれた、軌道平面で金星を周回した。探査機は、金星の北半球で、近地点 1000km、遠地点 65000km になる24時間周期の軌道をとっていた。ベネラ15号は16号とともに、 金星の北半球北緯30度付近を8ヶ月間スキャンした。ベネラ15号と16号は共にベネラ9号から14号の探査機をベースにした共通の構造になっていた。これらは長さ5メートル、直径60センチメートルのボディの片方に1.4メートルの高さの弓型の合成開口レーダーが乗っていて、さらに同じ箇所に直径1メートルの電波高度計用の パラボラアンテナも搭載されていた。ラジオコード系のアンテナの電気軸はボディの軸にリンクしており、もう一つの合成開口レーダーの型は重度外側に向けて取り付けられていた。観測中は電波コード系が惑星表面に延直に向くように機体の向きが調整され、その間合成開口レーダーは重度外側を見るようになっていた。アンテナがついている部分の反対側は、 燃料タンクと推進機関が搭載された円柱形の構造になっていた。ボディの両端には太陽電池パネルが浴場に広がっている。さらにボディの側面には直径2.6メートルの地球との通信用のパラボラアンテナがついていた。15号、16号も共に重量は4 0 0 0ラムであった。ベネラ十五号と十六号は共に合成開口レーダーを備え、 これにより金星の厚い雲を通して地表を観測することを目的としていた。観測されたデータはイメージが完全になるまで観測機内部に搭載されたコンピューターに保存された。以下に探査機に搭載された機材を示す。ありがとうございます。